どうも、ジ・アワのたけしです。相馬です。さあ、本日はですね、2022年下半期ベストバイ前回の動画ですね、2022年 ASS の時かな、上半期のベストバイの動画もね、こちらはい、させていただいたんですけれども、2022年の7月1日からですね、今日現在までの、はい、買ってきたものの中でちょっとこれは、買ってよかったな、割とマジでみたいな商品をね、ご紹介させていただく企画になってるんですけれども、結構ね、それぞれやっぱ買うものが違うんでね、ちょっと面白いとかね、ベストバイやってくださいって声もありがたいことにいただいてるんで、早速ご紹介させていただければなと思います。じゃあまずは相馬くんから、僕からいきますか、はい、じゃあお願いします。はい、はい、買った順に行かせていただきます。はい、はい、まずはこれね、はい、まずはこちらのブレスの T シャツでございます。いいですね、はい、もうこちら買ったのが本当に下半期入って7月、8月のすぐぐらいに買ったんですけど、確かに確かに、そうです、なんか今年の夏は T シャツを着ようということで言ってたね、何かいい T シャツ探したんですけど、言ってたと思う、はい、こちらちょっと自社で買ったものになっちゃうんですけど、ああ全然全然、はい、ブレスの名作の、はい、ブレスね、そうです、刺繍 T でございます。知る人ぞ知る、はい、この顔が刺繍されております。これ面白いよね。これいいですよね。サイズ感もかなり大きくて、確かにね、はい、夏はまあ1枚で着てたんですけど、もう今はだいぶ寒いのでフーディーの上から重ねたりして着てます。これ面白いね、はい、ほんまに。これなんかやっぱり買ってよかったなと思う名作っていうのもあって、これはベストバイに入れていいんじゃないでしょうかということで、確かにブレスの娘さんが刺繍されてて、そうですよね、はい、当時出た当初のやつはブレスの顔自身が刺繍されてるやつだったんですけどね、はい、こちらも違う、いいですね、顔が刺繍されております。めちゃくちゃ名作です、はい、これはベストバイ1です、ね、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。はい、続いてはまたちょっと自社になっちゃうんですけどすいません、まあ、こちらもはい、バン、はい、カルネモレンテの 22AW のこれ予想外やな、はい、ペポモレノスとのコラボレーションアイテムの何かと言いますと、アーティストのね、はい、ペポさんとのカバンでございます。ショルダーバッグ、はい、いいですね、ありがとうございます。僕がちょっと通勤バッグを探してまして、ずっと今まではあのゴーシャラブチンスキーのとこちらに載せとくんですけど、はいはいはい、相馬さんといえば、はい、ナップサックですね、蛍光色の、もうちょっとすごい愛用してたんですけども、はい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 、やっぱりちょっとね、はい、そうなんですよ、駅でもね、はい、声をかけられるぐらいな、蛍光色のカバンといえば相馬くんみたいな、はい、強めだったのでずっとなんかいい出勤バッグを探していまして、うん、言ってた、はい、その時に店頭に入ってきたものがこちらです。そうやな、めちゃくちゃ可愛くて、何がいいってもこれめっちゃ入るんですよ、うん、確かにめっちゃ入る、はい、めっちゃ入りますし、僕普段、まあ、出勤とか以外でカバン全く使わなくて、あ、そうなんや、はい、本当に私服で休日出かけるときはもう持ち物が財布、携帯、タバコだけなんで、うん、もういらないんですけど、あ、そうなんや、そうなんですよ、このカバン買ってからはなんか持ちたくなって、そうなんですよ、スタイリングにも意外とハマってる、なんか今日はお買い物しそうだなってときはこれ持ってったりとかしてて、そういうことね、そうです、これはちょっとなんなら一番使ってるベストバイアイテムかもしれないです、ね、なんか結構あれやな、見せるベストバイっていうよりもガチの、そうなんですよ、これはもうあの生活の中に溶け込んでいく感じのベストバイでございます。いや、いいよね、そういうのめちゃくちゃ、はい、だって使いすぎてさ、そうなんです、もう色がなんかこう、はい、破れてました、ここがちょっと気になかった、使いすぎてもう早速破れてるっていうねはい、でもまあこれは縫えば治る、まあ縫えば治る治る、全然治る治る、でなんかまあ汚していってもいい感じの、うん、キャンパス地と言いますか、キャンパス地やね、はい、でこう柄がプリントされてて、これもすごく可愛いアイテムなの で今だと、まあ、ダウンの上からとかでも全然、うん、邪魔せんしな、そうなんですよ、夏場とかも可愛いやろな、夏場はもう T シャツにこれで出勤してきてて、めっちゃ可愛くて、これはベストバイ、安かったよね、安かった8000円とかだったんで、うん、めっちゃお買い得だなと思って、いいですね、ベストバイ、ありがとうございます、ありがとうございます、はいはい、続いて行かせていただきます、はい、はい、続いてはこちらです、出たよ、
はい、ミスターイットの再シルクを使用したデニムパンツでございます。これかわいいマジで、はい、もうこちら紹介動画も出させていただいてるんですけど、うんうんうん、めちゃくちゃ良くてめっちゃいいね、はい、もうこれめっちゃ履いてます。うんうんうん、確かに確かに、はい、これめっちゃ履いてるよね、相馬くん。これめっちゃ履いてます。もうかわいいんですよ、ここが。そこね、ディテールがすごいよね。はい、ここの裾のディティールがすごく気に入ってまして。確かにな、これかわいい。そうなんです、ここが一応長さもこの溜めるところも、うん、ここのもう一段階上で溜めたりもできたり、はい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 、ここ外していただいてちょっとフルレングス、そうです、フルレングスの太いシルエットで履いていただくこともできます。これいいね、はい、これも前回のミスターイットのパンツで出てたんですけど、うん、あったねあれね。そのパンツがめちゃくちゃ良くて、はいはいはい、めっちゃ欲しかったんですけど、うん、やっぱりミスターイットさんがレディースのメインのブランドっていうことで、あのパンツが僕履けなくて、はい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 、はい、で次ミスターイットさんで自分が履けるパンツが出たら絶対に買おうと思ってて、はい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 、出たのがこちらです。そういうことね、はい、すぐ完売したもんね、これめっちゃ早かったです。ちょっと気になってる方も多かったかもしれないですよね。そうですね、確かに確かに。こっちも色がブラックとネイビーとライトブルーみたいな、ライトブルーみたいな色があって、僕はこちらのネイビーを買わせていただきました。なんだったら再入荷したやつもね、完売して。速乾でしたね、はい、ありがとうございます、はい、こちらはもうこんな感じで着用しております。こちらにいいですね。ちょっともう一点言っていいですか。いやどうぞどうぞ、はい、それはもう気になるよ、聞きたい。むしろ盛り上がってきたね。盛り上がってきた。はい、ラスト1点いかせていただきます、はい、僕ちょっと今年の AW は、うん、コートとか、うん、あんまり上の服を買わなくて、とにかく下半身を強化した AW となっておりまして、下半身強化合宿みたいな、はい、本当に買ったアイテム、パンツ、シューズとか、あ、そうなんだ、下半身ばっか買ってたんですけど、やっぱりその中でのベストバイはこちらですね、うん、出ましたよ、はい、こちらランディのパンツでございます。いや、いいですね、これ。はい、これも多分めちゃくちゃ履いてる、めっちゃ履いてるよな。もうなんか毛羽立ちちょっと見ていただけたら、毛玉もりもりになってきて、はい、そうなんです。ちょっとケアしないとなと思いつつも、履きすぎてケアもしないという。いや、いいんじゃない。はい、これこんな感じになっております。これもめっちゃ履いてて、これも正直ルックとかスワッチをちょっといただいて見た瞬間に、これはもう買おうと言ってたね、はい、決めていたパンツで、まだその時実物は僕自身は見てなかったんですけど、もうちょっとルックでは買おうかなとずっと悩んでて、見た瞬間に買いますということで、これもめっちゃいいんですよ。これいいね、はい、今の時期はあったかいです、うん、これ。ああ、やっぱそうなんや。そうなんですよ。なんで正直寒いなって思った日はこれ履くことが多くて、うん、最近毎日寒いなって思ってるんで。だいぶ履いてるもんな。3日に1回とかのペースではこれ履いて出勤とか出かけたりしてるんじゃないかな。こちらもこんな感じで着用しております。こちら、ね、めっちゃ履いてるもんね。めっちゃ履いてますパンツです。いや、いいですね。なんかこう物理的なベストバイがそうなんだ。なんかこうちゃんとというか、ちょっとなんか生活ありきのベストバイになってしまってるんですけど、素晴らしい素晴らしい、はい、いや、いいベストバイ。この4点が僕のベストバイでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続いてたけしのベストバイでございます。じゃあまず1点目なんですけれども、はい、こちらになりますこちら、そう、で上からねちょっと出てきたんですけど、はい、こちら、今シーズンのベルパーの 22AW のカウチニットでございます。これね、めちゃめちゃ気に入ってます。めっちゃこんな感じです。今回のテーマがね、星の王子様ニューヨークへ行くっていう個人的に好きな映画でもあったんですけれども、何よりですね、カウチニットが古着だとね、まああるんやけどね、うん、ありますね、うん、ゴワゴワしすぎてるのが個人的にすごいちょっと懸念で、ずっと欲しかったのは欲しかったんですけど、なかなかグッドサイズいいカウチンに出会えずですね、ずっとこう長年過ごしてたんですけれども、このシーズンのベルパー、もともとまあレディースのブランドではあるんですけれども、今シーズンがルックではメンズも着用してたりしてたんで、もしかしたら着れるかもと思って試着してみたら、受注会で試着してみるとかなりね、こうサイズ感が良かったんでオーダーさせていただいて、でフロントにはニューヨーク、はい、でこれバックにはこの象のね
はい、そうそうそう、網が入ってて、まあ、なぜ象かというと、あの星の王子様ニューヨークへ行くっていう映画の作中の中でね、結構王子さんがね、あのパレードするときに象に乗ってたりするんですよね。へー、はい、だそれの多分インスピレーションだと思うんですけども、何よりこの手編みの質感と、まあ、ベルパーをメンズが着るっていうのもね、ちょっと面白いかなと思ってね、これはねかなり気に入っております。めちゃめちゃ愛用してる1枚となっております。まあまあ値段はそこそこするんですけれども、まあまあでもね、手編みでねこのプライスであれば全然納得かなと思ってます、個人的に。これねまだレディースに1点あるんで、ぜひ気になる男性の方は試着してみてください。はい、続いて2個目のベストバイはこちらになっております。ランディのマヌエルだったかな、確か今シーズンの、パンツになってるんですけども、ニードルパンチのパンツをですね、僕はねすでにもう1本持ってるんですよ。初期のタイプを持ってまして、ちょっともうニードルはまあシーズンはまあええかなと思って、正直ね店頭分だけでええわと思ってて、展示会の時とかもノーマークだったんですよ。でそれで展示会でも試着してみて、まあまあやっぱ普通に可愛いけど、 今シーズンは遠慮しとこうかなと思って見送ろうかなと思ってたんですけれども、実際に店頭に来てですね、履いてみるとめちゃくちゃ可愛いやんって改めてなってですね、今回の特徴がですね、前回とか前々回はデニムの横糸を引っ張り上げてたんで、要は白糸が出てる状態だったんですけど、今回縦糸も横糸も一緒なんで、こう同色でね、はい、糸が出てるっていうね、この何でしょうね、さりげないデザイン性と、あとポケットがねかなり面白くて、ダブルポケットといいますか、はい、このねスラックスポケットとコインポケットみたいな感じのデニムポケットと、それが前後についてましてですね、こういうね面白いデザインなのも気に入ってる部分であります。でランディにしては珍しくちょっと太めなシルエット、これもね結構愛用してます。めっちゃいいですよね。そうそう、これね欲しかったです、ね、そうやろうなと思ってん、はい、なんかソーマくんニードルパンチ買うタイミングなかったからこれかなと思ってたんやけど、そうなんです、前は僕ジャンプスーツ買ってるんで、買ったな、はい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 、普通のパンツのタイプ持ってなくて、うん、めっちゃいいなと思って、ね、俺がすぐあ買うわって言ったもんな、はい、なんでこれはお譲りします。今シーズンは僕がいただきました、はい、こちらがたけしの2個目のベストバイでございます。はい、はい、続いてたけしのベストバイ3つ目でございます。こちらで、はい、相変わらず本でございますやっぱりね、こちらですね、一世三宅の光林社さんが出版しておりました、本になるんですけれどもですね、これね、大阪に最近ちょっとオープンなさったオブジェクトショップさんに遊びに行かせていただいた際に、本も売ってるっていうのも聞いて、ちょっと服も見たんですけど、この本はめちゃくちゃいいなって、まず表紙に惹かれたんですよね。わかりますかね、この表紙めちゃくちゃなんかある意味こう現代っぽいなって感じたんですよ。すごいちょっと今っぽい、簡単に言うとするとなんかこういうさ、女性の裸のさグラフィックがプリントされてて、で結構ジャストめなプリーツの感じを当時から一世さんって出してたんやと思って、めちゃくちゃいいなって表紙に惹かれて、しかも値段も5000円ぐらいだったんですよ。めちゃめちゃ安いなと思って買って、こういう本ってまあジャケ買いすると中身がねちょっとやっぱ分かんないんで、ハズレって言い方変ですけど、ちょっと自分とは相性悪いなというか、ちょっと難しいなとか、うん、あんま頭に入ってこへんなってことも多いんですけど、これはめちゃくちゃなんか自分の本の感じとすごい相性が良くて、内容も面白かったし、何よりね載ってる本の写真とかもすごい良くてですね、一世三宅さんとか、ほらこれとか、これね有名なんですね、アイテムですよね、こういうね、こういう過去の作品が載ってる、まあ、作品集とか考えとかインタビューが載ってる雑誌ってやっぱね掘り出し物なんでなかなか出てこないんで、これはめちゃくちゃ買ってよかったなっていう、まあ、ある意味本の部門のベストバイ1位なんですけど、はい、今シーズン上半期じゃない下半期のベストバイの本となっております。はい、最後のラストバイ、違う最後のねベストバイなんですけども、こちらです。はい、こちらブレスレットでございます。こちらこんな感じのブレスレットなんですけれどもですね、僕ずっとブレスレットを探してまして、でなかなかいいのないかな、いいのないかなと思ってたんですけれども、これね多分1週間前ぐらい、ほんと先日出会って、シンプルなチェーンに対してこういうリーフの
はい、ちょっとねチャームがピロンってついてて、まあ、シンプルで可愛いなと思って、ちょっとあるね、あの栄のお店さんで買わせていただいたんですけど、一応ジルサンダーの、はい、ブレスレットとなっております。今シーズンこれは、まあ、ちょっと正直つけるかなって若干不安はあったんですよ、買った時に。でも意外とねつけてるとすごい良くて、あと長さをね僕がね、あの自分で引きちぎって短くしたんですよもうちょっとここに先ちょっとついてたんですけど、あの自分でちょっと引きちぎるはちょっと言い過ぎですけど、あの調整して短くしたらすごいね自分の腕のサイズに合って、めちゃくちゃこれは気に入ってる、ブレスレットです。シルバー925っていうのもねすごい好きなポイントでありますかね。これは今シーズンのジルなんですか。これはそう、これは今シーズンの 22AW のジルサンダーで、このね葉っぱがついてる位置も違ったんですよ。そうそう、葉っぱついてる位置ここやってん、ここ。あーを変えたんですか。いやもうちょっとねここについてて、ここに葉っぱついてて、でさらにここにちょっとチェーンがついてたんですよ。あでそのチェーンちょっとなんか長いなと思ってチャラチャラするなって、はい、あのほんまジャッジメントチェーンみたいなのだったからなんかちょっと嫌やなと思って、ちょっとそれを外して頑張って、はい、でこれもちょっと外して一回一旦外して、ちょっとこうねあの真ん中ぐらいやるのがいいかなと思って、ちょっとアレンジではないですけどね、ちょっと調整したブレスレットを。めっちゃシンプルなやつぐらい、めっちゃ可愛いですね。いやそうそう、これぐらいシンプルなやつがちょっと欲しくて、なかなか古着でも意外と出てこないんで、まあちょっとこれも縁やしと思って買ってみようかなと思って買わせていただいたブレスレットです。以上この4つがたけしの下半期ベストバイでございました。さあいかがでしたでしょうか、我々たけし&ソーマのですね 22AW 下半期の、ベストバイのご紹介でございました。まあね、ベストバイねやっぱ面白いね、面白い、なんかちょっとこうあの持ち物自慢みたいな感じになっちゃうからあれなんですけど、なんかこれはほんまあれらしいよ、物まねできるものというか、なんやろ、家電とかでさ紹介できる、紹介したらみんなが買えるものを紹介するのがほんまのベストバイらしいよ。あ、じゃあちょっと間違えてるんですか。まあそう、ただの持ち物自慢企画になってるんですけど、はい、ぜひね楽しんで見ていただければ幸いでございます。ただね、まだ2022年下半期まだ終わってはないからね。そうですね、あと2週間ぐらいはあるので、うんうん、はい、ぜひねまだベストバイ、ちょっとほんまのベストバイに出会えてないって方もねいらっしゃると思うんで、そういう方はですねぜひあなただけのベストバイ、ジ・アワーで出会ってみてはいかがでしょうか。ぜひ、今年いっぱい12月30日まで営業しておりますので、はい、皆様もたくさんのご来店ご愛顧をお待ちしております。それでは皆様次の動画でお会いしましょう。